はい、どうもこんにちは、ボボテッペです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。さあね、もう5時です。かなり血迷いました。ここでなんやかんや今日は6カ所目ですね、なんだかんだね。なのでかなり血迷いました。今ね17時です。で結局ねここに来ました。いつもの川です。まあね、ここのところはね結構その水門で水をね吸ってるんで、水にね動きがある場所なんですよね。でまあちょっとここでね前バラしたんでリベンジです。で HP3D ワッキーの 1g のネコリグですね。来ないか。でやっぱりね本庫ですね、本庫がやっぱり減衰しちゃってて、その本当はねもっとこう本庫の流入河川をねいろいろやろうと思ったんですけど、減衰しちゃっててねかなりちょっとやりたかったんですけどスルーしました。ちょっと釣れないなということで、なかなか厳しいぞこれはということでやめておきました。僕にはちょっと手が負えないなっていう感じでやめておきました。マジか、釣れないな。ちょっとねギルだね、今のは元気のいいギルでした。コンコンってきたけど、いるね。で結構ここね、結構ここは石がねゴロゴロ転がってるんですよ。なのでそこにもね魚がついてると思うし、あとこうすごくこう水が動いてるんで、やっぱりこう6月といえども今日なんかかなり暑かったんで、そういう感じなんでね、やっぱりこういう水の動きのある場所をちょっとやってますけど、もう打たれちゃったのかな。まあでもね結構そのこの中ね結構回遊して入っていくと思うん でやっぱりねちょっと減衰気味なんだよね。なんかねよくわかんないですけど、なんでこんな水絞ってんのかよくわかんないですけど、ちょっとね減衰気味なんですよね。ネコリグで念入りにやってますけど、ちょっとね釣れる気がせんです。釣れそうなんだけどねそこら辺がね。ただバスのポジション的にはここまで流れの中にはいないかなっていう感じなんですよね。なぜならね餌がね流れてっちゃうんですよ。これギルだしね、ギルはすごい、ギルの活性が相当ですね。そうレアリススピンでね爆釣だったんで、そう対岸のねブッシュを攻めたいんですけど、うわギルまたギルギルだとしたらすごいな。今のはバスっぽかったけど、だけどギルなんだろうな。すごいよギルだったとしたら、バイトの仕方がえぐいね。ちょっとこれは何気に4週間ぶりの釣りなんですよね言い訳になっちゃうけど、フッキングが下手になってない気がするんだ。いい感じなんだけどね。ただねバス的にはね足元だと思うんですよね。またねちょっとここの護岸と船周りを打ってきます。ちょっとね、まあ、小バスはね今日は4匹、まあ野池で1匹ですけど、一応霞水系で小バス3匹釣ってるんで、やっぱりね30アップあわよくば40アップを釣りたいんです。あとはどうしようかな。このねネコリグはもう護岸用なんですよ。ガードがねちょっと柔らかいんで護岸用でございます。今日はなんかさほど減衰してない気がするな。中の方がいいのかな。きついな。ちょっと一気に船行っちゃいます。まあ粘るにしてもね、まあこういったところだと思うし、
うわあ、ぐんぐんってね持ってってんだけどね。ギルかな、ギルっぽいな、ギルっぽいっすね。じゃあいギルかいい、ギルが半端ねえな。だとしたらギルの猛攻がすごすぎちゃう。まあ船の中はもうギルの巣になっちゃってんのかな。どうしよう、まずいね。こん中やっぱりいんのかな。また、ね、この前というかまあ4月だったかな、5月だったか4月に釣れたけど、こん中でさすがにもう釣れないんじゃないかなっていう気がしてますけどね。いやしかしね、楽じゃねえな。とりあえずダメっぽいな。さすが霞水系読めないね。減衰しちゃってるとなるとな、しかしながらまずい。はい、ありがとうございました。ダメでした、すいません。ギルバイトばっかり、1回だけちょっとねバスっぽいバイトがありましたけど、わからないですね。はい、しかもね流儀のロッドホルダーがぶっ壊れました。やばいです、なんかねついてない予感がする。困りましたね。これ高いんですよね、6000円ぐらいするから困りました。ではですね、最後までご視聴誠にありがとうございました。あとね2箇所ぐらいできるかなといった感じですね。最後まで頑張っていきますので、ボボちゃんの応援もですね引き続きよろしくお願いします。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。本当は辛くてすいませんでした。バイ。